スタビです。今回は JR 宝塚線稲寺駅です。稲寺駅、新幹線とクロスする、市境にほど近い元百貨店の塚新。それではスタート。塚口駅を出発し快調に飛ばしています。稲寺です。出口は左側です。稲寺駅到着。乗ってきたのはオレンジのラインが特徴の321系電車。稲寺駅は普通のみ停車します。1日平均乗車数は約8000人。ホームは奥行きがありますね。稲寺駅は塚口駅と伊丹駅の間にある駅で、兵庫県尼崎市に位置します。駅ナンバーは JR G51。 1981年にできた比較的新しい駅です。北側は反射するビルと新幹線の高架が見えます。駅舎は橋上にあり、屋根の骨材がつながっています。待合の椅子やエアコンの効いた部屋もあります。こちらは区間快速なのですが、快速と丹波寺快速との違いが分かりません。停車駅が同じなのにね。こちらは普通列車。ホームは相対式2面2線、直線の線路にホームを設置しました感のある駅です。次に1番乗り場、電車が通過します。ご注意。1番線のホームからは体育館が見えます。2番線は大阪方面。黄色の宝塚線は大阪京都線の高槻、東西線の同志社前などから乗り入れています。そして篠山口へと向かいます。自動販売機は充実のラインナップで、気になるものがありました。凍るとゼリーになるドリンクです。
今度飲んでみよう。ひとときの静けさを取り戻したホームです。エレベーターもあり、バリアフリー化されています。2階の駅舎は自動改札機と係員の部屋があります。椅子はないのでホームで休むのがいいでしょう。自動改札機は6レーン。ゴミ箱完備はありがたい。時刻表がありました。ほぼ15分に1本。昼間の普通はほぼ高槻行きですね。改札を出てみましょう。つい左手でピッとするんですよね。ビルの間に見える高架は新幹線でしたね。お、白いボディは山陽新幹線ですね。改札の横にはセブンイレブンのキオスク。超コンパクトな ATM があるんですよ。ほっそ。西口しか書いてないけど東口もあります。自動券売機は3台あるね。駅はクリーム色と茶色のツートン。西口にはロータリーがあり、すぐに校庭が広がります。兵庫県立尼崎稲園高校です。ここは裏門だね。なんて通学に便利なんだ。自転車駐車場は1回160円。尼崎市にありますが、伊丹市バスのバス停があり、近いことを教えてくれます。本数は1時間に1本あるかないか。駅周辺にはドラッグストアがあるのですが、医療施設が整っていて充実しています。都市部で見かける形です。県道13号の玉江橋線は国道2号に架かる玉江橋から北に伸びています。
あれが新幹線の高架ですね。伊丹市に入るようですね。ここから新幹線は伊丹市を通っています。稲野、1時間に3本走っていますね。阪神尼崎行き。駅と駅をつなぐ路線が多いですね。見てたらバスが止まってくれました。乗らなくてごめんね。新幹線の西側にはちょっとだけ六甲の山並み。それにしても車が多いね。あれは JR です。尼崎市に戻ってくると。ああ、ごくわずかだけ伊丹市に入ったようです。そうそう、 NHK のアニメに忍たま乱太郎がありますが、主人公は稲寺乱太郎って言います。作者の天子宗兵衛さんが尼崎出身で、当地の地名を当てたのだそうですよ。新幹線の高架を JR 宝塚線がくぐります。お、新幹線も同時に通過したよ。ここは高架下にある自転車駐車場。稲寺駅からはそんなに離れていません。こっちは1回150円です。ワイヤーでロックするタイプですね。駅東口です。誰もいない日曜の昼下がりです。ちなみに平日の朝はこんな感じです。上りも下りも続々と人がやってきます。学生よりも勤め人が多いですね。さて、駅前はこちらも学校、園田北小学校です。住宅も近くでファミリーに人気がありそうですね。お、ちょっと青い車両だから九州新幹線でしょう。列車が到着します。静かに出発していくね。駅の下に地下通路がありました。周辺は1988年に土地区画整理が決定され、整理するとともに駅前にふさわしい土地利用となりました。鳩ものんびりしています。稲寺というお寺があるのかなと思ってたんですが、今はないようですね。
駅前は160円なんだ。自転車駐車場に隠れるようにコンビニがある。今日は特の三ツ矢サイダー行っとこう。いただきます。濃い、リンゴが濃くてうめえ。駐車場は24時間で770。真夏の暑さの公園には子供たちの姿はなく、昼酒のおじさんが集う。駅の南側の踏切です。駅から400メートルのところには軍勢タウンセンターのプカシンがあります。ここは元西武百貨店だったところです。7階建ての巨大な建物が名残を感じさせます。中核店舗は平和堂アルプラザです。その他有名チェーン店など150店が勢ぞろい。駐車場に向かう車で渋滞ができてます。車で買い物に行くことが普通になってます。ただ大規模店が増え、競争が厳しくなっているそうです。西口には若者受けしそうな飲食店のフードコート、長居しても大丈夫そう。南西にはペットとともにくつろげるエリア。スポーツクラブもあり、一日楽しめる素敵なショッピングセンターです。今回はここまでです。また次の駅でお会いしましょう。稲寺駅からお届けしました。